記憶屋は折守る京屋による日本の小説。2015年10月24日に角川から文庫が刊行された。表紙イラストはラウンドローが担当。愛する女性が記憶屋という怪人に記憶を消されたことにより、一人の青年が都市伝説と思われていた記憶屋の真実や記憶を消してもらいたい人々の思いを辿る様を綴ったホラー小説である。 第22回日本ホラー小説大消毒者賞受賞作品。2017年に村山夏代によりコミカライズされ、スクウェアイニックスにおける iOS、Android 用漫画雑誌アプリである漫画アップで2017年8月27日から2018年5月14日まで連載され、またウェブ漫画サイト、 ガンガンオンラインで2018年3月1日から10月15日まで、第3月曜において、更新、再掲載された。2020年1月に映画版が公開。夕暮れになって、公園のベンチに座っていると現れるらしい、記憶屋というまか不思議な怪人。座っている人物の嫌な記憶をすっかり消し去ることが、できるという話を聞いた、両一だが、それは、 ただの都市伝説であり、現実的にはあり得ないと考えていた。しかし、そんな、良一の周りでその都市伝説が、現実になる出来事が起きる。互いに恋心を寄せていた安津という女性が、夜道恐怖症を乗り越えるために、記憶屋に出会っていたのだ。数日後にあった安津の記憶からは、夜道恐怖症のトラウマと同時に、慕っていた、良一のことも消え去っていた。 都市伝説と疑っていた、両一だったが、身近な人間が記憶を消されたという現実に、記憶屋の存在を認めざるを得なくなる。実は他にも、暗図と同じような境遇の人間がおり、彼らもまた嫌な記憶を、記憶屋に消し去ってほしいと思っていたのだ。記憶屋という存在を突き止めるために、良一は真相を探り始める。吉森良一、好意を抱いていた暗図の記憶が、 記憶屋に消されてしまう。記憶屋の真相を突き止めるため記憶屋を探す。そして、衝撃の真実を知った後、記憶を消される。河合牧良一の幼馴染。小さい時に、母親が、おじと浮気をしていたことを知りひどくショックを受けるが、その時の記憶を全く忘れている。西の浦高校に通っている。安藤七海、高原里志明の顧客の娘で、 高原の事務所に頻繁に出入りしている。リストカットをしていた過去を持つ。吉森麻子、良一の母と山徳氏、高原聡明の秘書。飲食店で勤務していた際に高原に声をかけられて、秘書として雇われた。関屋要、笹三竿の幼馴染。幼い頃に母親が他の男と出て行ったことで塞ぎ込んでいる。しかし記憶屋によって、 彼女の中から存在が消されている、ささみさを、ようの幼馴染みでようの理解者の一人。両親の転勤によりしばらく離れ離れになっていたが、高校生になってから、再びようの近所に戻ってきて、ようと同じ高校に通う。次第にように好意を抱くようになり告白するが、その際自らの思いがようを苦しめ、友人さざみさを奪ってしまうことだと気づき、友人さざみさをに戻るために、 記憶屋に依頼して、記憶を消してもらう。関谷ただし、陽の叔父。かつては、陽と暮らしていたが、現在は一人暮らしをしている。陽の理解者の一人。河合望み、河合牧の母親福岡宅馬。高原の主治医で、記憶屋に興味がある。内田愛子、母親が、記憶屋によって、兄の戦死した記憶を消されている。菅原真一、牧の祖父。 記憶屋の元祖である、倉橋朝子、さなえの名にあたる。一人暮らしが長いさなえのもとに花嫁修行という名目で通っている、皆川さなえ、朝子のおばにあたる。夫である陽介とは生き別れの状態となっていた。ピアノ教室を営んでいて、優しく指導することで人気が高い。皆川陽介、さなえの生き別れた夫だが、後に、 別の家庭を持っていた挙句数年前に、肺炎で亡くなっていたことが判明した。鈴岡、朝子の住む町で、輸入会社を営んでいる。さないに好意を抱いているが、さないは気づいていない。後に、みなは洋介のことについて、調査を行うが、衝撃の真実を知る。沢田京子、高校生時代に、夜道で、痴漢被害に遭って以降夜道恐怖症に陥り、 複数の防犯ブザーと催涙スプレーを持っておかないと夜道を歩くことができない。そのため同級生との飲み会でも20時になると帰ってしまう。両一と出会い徐々に帰る時間を遅くするがやはり夜道恐怖症は克服できないでいた。ある時記憶屋と接触することで嫌な記憶を消し去り、すっかり夜道恐怖症を克服したがそれと同時に両一の記憶も失ってしまった。 両親は転勤で離れて暮らしているため、アイは、実家で一人暮らしをしている。高原千秋、弁護士。しかし余命が限られていて、自らがいなくなった後で七回が後追いをすることを、恐れ、七回から、高原の記憶を消すために、記憶屋を探している。瀬川泉、高原の顧客の一人。一年前の投稿中に交通事故を目撃し、 事故が起きる前まで元気だった被害者が一瞬で命を奪われたことで PTSD となり外に出られなくなる。高原が来るようになってから自宅の庭に出ることは可能になった。記憶屋に事故の記憶を消してもらうことで PTSD を克服して普通に生活できるようになる。イリエミズキ、高原の顧客の一人。数年前に姉と車に乗っていた際に、 酒気帯び運転の車に衝突されて事故に遭い、姉は死亡し、自らは足が不自由となってしまった。入院している際にその事故の加害者の兄である、片山と出会い、恋仲になるが、自分たちだけが幸せになることは、受け入れてもらえず駆け落ちする形で移住した。普段の事故について、追い目に感じている片山を罪悪感から、解放するべく記憶屋を探している。DD。 両一がネット上の都市伝説を扱うコミュニティで接触していた一人、病院の花屋で勤務している。オフ会で両一と面会する。以降、両一がネット上の都市伝説を扱うコミュニティで接触していた一人、作家をしている。オフ会で両一と面会した際、両一から笹三竿のことを知り独断で接触を心見るが追い返されてしまった。ドクター、 両一が利用していたネット上の都市伝説を扱うコミュニティの管理人。オフ会などには参加せず、あくまでネット上でしか接触できない存在を保っている。記憶や50年前から人の嫌な記憶を消す不思議な能力を持つ怪人。ネット上で依頼すると記憶を消してくれる。掲示板に依頼を書くと記憶を消してくれる。とある公園の緑色のベンチに座っていると嫌な。 記憶を消してくれる、いたずらで呼び出すと、すべての記憶を消される、記憶や自身につながる記憶は消されるなどの噂がある。灰色のコートを着た長身の男性であるという説がある。大崎夏木、河井薪のいとこ。上倉芽子とは幼稚園時代からの親友で、高校までずっと一緒にいる。正義感が強く、良いこぶっているなどといじめられていた芽子を助けて、依頼仲が良い。 イノセに依頼されて、記憶屋の調査に協力している。上倉ク子夏木の幼稚園時代からの親友、天然パーマゆえにふわふわした頭をしている。正義感が強く、困っている人を助けるのは、当然と考えていて、同級生から妬まれても折れることなく正しい行いをしているうちに周りも、自分たちが、妬みゆえにいじめるほど幼稚であることに気づいて以降、いじめはなくなった。 中野さえ、夏木と名子の中学生時代の同級生。学校の近くのパン屋、通称、角パンの店員に、性的嫌がらせを受けたことがトラウマとなり、保健室に通っていた。記憶屋にそのトラウマの記憶を消してもらうことでトラウマを克服した。中学卒業後は別の町の高校に通っている。縦の誠、教室には行かず保健室で、いつも本を読んでいる。 それでも試験では高成績を叩き出すため学校も黙認している。中学卒業後は海外の高校に通っている。浅上さえ、夏木や名子の通う中学校の保健室で働いている。猪瀬吉平、新聞記者。記憶屋に知人の記憶を消され、自身が傷ついた経験から記憶屋を説得するべく、個人的に記憶屋を探している。4年前に夏をのすぶ。 K 町で、記憶屋によるものと思われる事件が起きたことから、K 町に現れ、調査を始めた。片山リナ、読者モデル出身のファッションモデル。自分が憧れる相手のパートナーは、自分ではダメだと気づき、記憶屋に記憶を消してもらったが、後に記憶をなくす前と同じ道をたどることで何を忘れたのかを知ることになる。森下青、緑、双子の兄弟で、 マンションで二人暮らしをしている。青は思ったことはすぐに口に出したり行動に移したりするのに対して、緑はそんな青をフォローする役割を持つ。マリア・ヒーラギ、テレビにも出演しているイタリアン料理人。15年前の料理のコンテストで1位を獲得したが、父親がミシュランガイドに乗るほどの有名人であることから、周りの大人からチヤホヤされることから性格がひねくれてしまった。 一方、同コンテストで2位を獲得した、戸上の料理の腕は認めており、友達になりたいと思ったが、コンテスト中の事故及びその後の対応によって、友達になり損ねてしまう。戸上とやり直すために、記憶屋を頼り接触するが断られている。朝山、マリアヒーラギのマネージャー戸上誠一、和食専門の料理人で、京町で一里という料亭を経営している。15年前に、 マリアが参加していたコンテストに参加したが、マリアに破れにに終わる。精悍な顔立ちをしているが、口数は少ない。ケンジ、トガミの料亭で働いている。15年前のコンテストに同席しており、当時の事故はマリアが恋に行ったと思っていることからマリアをよく思っていない。記憶やあなたを忘れないのタイトルで、2020年1月17日に公開された。監督は、 平川雄一郎、主演は山田涼介。ありがとうございます。